皆さんも秋ですね。うん、秋になりましたけれども、9月でね、徐々に涼しくなってって。で、秋といえば、やっぱり何の季節だと思いますか、皆さん。まあ、いろいろありますよね。まあ、食欲の秋、読書の秋、運動の秋。いやいや、違いますよ。違いますよ、皆さん。結局ね、秋っていうのは何の秋か。そう、恋愛の秋ですよね。人生が恋愛の渋谷ジャパンですから。身近にね、恋愛相談できるような人が、僕あんまりいないわけですよ。このね、iPhone の、Siri っていう機能あるじゃないですか。音声認識機能の Siri。Siri で、恋愛相談ができちゃうらしいんですよ。なので、ちょっと今回はね、この iPhone の Siri に、まあこの、渋谷ジャパン、恋愛用の渋谷ジャパンが、ちょっといろいろね、恋愛相談していきたいと思います。ということでね、早速、起動していきましょう。はい。こうですね。はい、Siri です。あ、ちょっと、はい、Siri ですって言っちゃったらね、そうなんですね、と、言われちゃいましたね。はい。彼女が欲しいです。きっといいご縁がありますよ。おー、なるほど。まあベタにきっといいご縁がありますよと。好きな人ができました。はい、これそれは素晴らしい。素晴らしい。シンプルになんか素晴らしいって褒められました。ちょっとなんかこれだけっていうね、回答これだけっていう。LINE の既読がつきません。まあ、好きな人からの LINE の既読がつかないと。すみません、よくわかりません。なんでやねんやねん。恋をしてます。はい、屋根に登ってそう叫んでみてはいかがでしょう。ともあれ、メッセージを送信するように指示してください。え？屋根に登ってそう叫んでみてはいかがでしょう。ともあれ、メッセージを送信するように指示してください。意味がわからない。前半部分はまあわかる。屋根に登ってそう叫んでみてはいかが、まあ恋をしてますと、叫べってことですよ。ちょっとなんか昭和臭いけどね。この恋愛相談に対しての回答が昭和臭いけどね。その後でね、ともあれメッセージを送信してみてはいかがでしょうか。メッセージを送信するように指示してくださいっていう。どういうこと？何この宇宙的な。メッセージを送信するように指示して、まあ恋をよくわかんないな。おすすめのデートスポットを教えてください。それは面白い質問ですね、カズマさん。なんだこいつ。彼女が何を考えているかわからないです。ちょっともうシビアな質問ですね。全てを知っている人なんていませんよ。いや、壮大だな。結構すごい、なんか哲学的な回答返ってきた。彼女と喧嘩しました。はい、これはどう？すみません、よくわかりません。なんでだよ。振られました。さあ、元気を出してください。きっと悲しいことの後には嬉しいことが待っていますよ。いや、めっちゃいいやつ。90年代のラブソングの歌詞みたいな感じになってきちゃった。きっと悲しいことの後には嬉しいことが待っていますよっていう。はい、ということで Siri にね、恋愛相談したら結構壮大的な感じだったり、幅広い哲学的なことで全然参考にならないっていうね、結果が出ました。将来的には Siri に恋愛相談的な機能もね、搭載されるけど絶対需要あるから。もうね、寂しい夜がなくなりますよね。寂しくて胸がキュッとなる夜がなくなります。バイバイ。